IPMU の杉本です。私たちの身の回りには数え切れないくらいいろんな種類の物質がありますが、それらは原子っていう小さな粒子がいっぱい集まってできたものだと考えられています。で、この原子をよく見てみると、その中心付近に陽子とか中性子っていう名前の粒子がいくつか固く結びついてできた原子核っていう塊があることが知られています。で、この陽子と中性子を固く結びつける役割を果たす粒子というのもあって、それが中間子という粒子です。で、この陽子とか中性子とか今言った中間子という粒子をハドロンという名前で呼んでいます。で、このハドロンの性質を理解することが、物質の成り立ちを探る上で大変重要な課題になっています。で、最近我々のグループはこのハドロンの性質をひも理論を使って調べる研究をしています。で、このそれによると、中間子は、粒子というよりはひも状の物体、それから陽子とか中性子はひも理論に存在することが知られているディーブレンと呼ばれる膜状の物体で表されることが分かります。で、僕らの体がそうやってひもだとかディーブレンとかでできていると考えるとちょっとワクワクしますね。